人生の品質向上委員会第95回始めていきたいと思います。えー、私はすけさん1984と申しまして、えー、都内でエンジニアをしているものです。でえー、と趣味は読書なんですけれども、最近あの買った本はですね、この最低限の単語力でも手っ取り,手っ取り早く英語が話せるっていうですねあの本を買いまして、これちょっとあの読んでいきたいなと思ってます。でえー、と 自己検査も趣味なんですけど、まあ、その一環としてですね、42TOKYO というエンジニア養成スクールに通ってまして、あの今週末にあの次のステップに進むための試験があって、まあ、それをちょっとなんとか乗り越えなきゃいけないっていうので、まあ、最近ちょっと勉強というか、その対策をしてました。で、えー、っとそれでですね、ちょっと読書ができてないんですけれども、まあ、今週末、なんとかそれ乗り切って、 で次のデッドラインがですね、12月末ぐらいにあるんですけど、まあ、ちょっとギリギリ感があるんで、早めにクリアしたいなって思ってます。で、えっ、ー、と、バイブルはですね、1日外出録班長となってますので、どうぞよろしくお願いします。はい、D ・マゴットです。関東のとある会社で会社員やっております。哲学は大好きで、大学も哲学で卒業しました。最近はアドラーにドハマリしております。 格闘技は大好きでグラップリングっていう運の技の格闘技やっております。そして人生の目標は悟りを開くことです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえー、そんな二人でですね、時にゲストの方をお呼びして、えー、どうすればですね、人生を豊かにできるんだろうか、品質を向上させられるんだろうかということを、まあ、議論してですね、答えを見つけていくそんなポッドキャストになっております。えー、YouTube の方でもライブ配信をしてまして、 毎週水曜日の夜9時からですね、あのー、ライブで配信してますので、まあ、そちらも良ければですね、見ていただいて、まあ、コメントとかいただければ、あのー、見ていきたいなと思っています。えー、YouTube の方で人生の品質向上委員会で検索していただけると、まあ、見れるんじゃないかなと。見つかるんじゃないかなと思います。で、Twitter の方でお便りを募集しておりまして、あの、ハッシュタグシャープ IQOL とつけてですね、つぶやいていただければ、 えー、お便りとして紹介させていただいて、まあ、議論をさせていただければなと思ってますので、まあ、そちらもよければ投稿してくださいで。質問箱でも匿名でですね、質問を受け付けておりましてですね、まあ、そちらもですね、あの毎回ちょっと答えられるかっていうのはあるんですけれども、あのできる限りですね、あの答えていきたいなと思ってるんで、まあ、そちらもです、ね、よければ投稿いただければと思います。 で、ツイッター、Twitter、のアカウントは iqol2019 というアカウントでやってますので、まあ、そちらもフォローしていただければと思っております最後にですスクラップボックス .io スラッシュ iqol というあの公式サイトの方がありますので、まあ、そちらもですね、よければ各回にどんな内容を話したかということを書き記してありますので、まあ、合わせてご覧いただければと思っております以上ですね、はい はい、今日もやっていきましょう、はい、どうですかまこさん最近は最近はあの「焼き芋の焼き方」っていうノートを書いたんですけどはいあのけさんどうでしたいや見ましたはいはりで参考になったというかね、はい、ちょっと見ていきますか焼き芋焼き芋出てこないなフォ,ロフォローから見たらいけるのかな どうやって見たらいいんですかで今ごマゴットで調べればいいのかなはい。あった。あったけど、あれは出てこないね。あー、来た来た。完全満最高の焼き芋焼き方ということですね。はい。と書いていただいてます。これ一番ポイントはどこですかやっぱりさつまいも選びじゃないですかね。選びですか。はい。大体そこで分かれちゃうんですよね。はい、うん。適した品種を選ぶかどうかで、それが大きいですね。はい 僕ちょっと思ったんですけど、はい、しっとり系を選びましょうって書いてるじゃないですかはいこれでも <laughs> まごとさんの好みなんじゃないかなって思ったんですけどああ<ー>、北ホ系の焼き芋が好きな人もいますよね多分いやでもまあ明らかに甘さはあのベニハルカとこの方が上なんで <laughs> まあ甘ければいいのかという話もありますからなんかネットで記事見る限り 焼き芋ランキングとか言ってランキングたまにあるんですけど大体いいその紅はるかが1位なんですよねはいそのホク,ホク系美味しいですっていうのは正直見たことないんで、うん、なるほどはいそうです逆にそのホク,ホク系の方が好きですっていう人いたらあのぜひ聞いてみたいですねなるほどはい僕も最近よくやってますあのー、ネットで買ったんですよねあのー、焼き芋 ベニハルカを、はい、で最近よくやってるんですけどこの前キャンプでも先週かな先週末キャンプまた行ったんですけどキャンプでもあのやって結構美味しかったですねやっぱりおそれは紅はるか焼いたんですか紅はる、い、か焼きましたキャンプでおいいっすねえー、あの1時間ぐらいかなあの結構難しいんですよねキャンプで火加減というかあ温度管理というか結構難しかったんですけど はい、どうやらあのネットで見たところによるとあの低温でじっくり焼くのがいいみたいですねそうっすねそこまで熱くし,しすぎないというか高温だとなんかうまく焼けないっていう話もあるらしいんでそうみたいですね低温で長くの方がでこ,でこうちょっと水分飛ばすっていうのがいいらしいですねなるほどうんそう飛ばすと甘みがこう増していくというかはいみたいですね なるほど。そのキャンプでどんな風に焼いたんですか,でか、はい、何がですかどんなふ、どんな感じでキャンプで焼いたんですか普通にアルミホイルに巻いて、あのー、火、その巻きとか炭で火起こしてる横に置いて、はい。で、まあ、ちょっと近づけすぎないように、焦げないように、近づけすぎないように、まあ、1時間ぐらい置いてたって感じですね。なるほど。うん。まあ、いい感じに焼けましたよ。ええー、うん。素晴らしい。 うん、でその後、余熱入れてね、はい、あの焚き火台の下に、あのー、空間があるんで、そこ、はい、に置いて余熱入れた感じですけど、はい、うん、結構美味しかったですね。やっぱ他のさつまいもの品種とは違いました。うんやっぱ甘,甘さがやっぱりあるのと、はい、しっかりこう、なんていうのかな、あのー、柔らかい、柔らかいというか、そのなんか、飴を食べてるような、 感じといかはいはい。あの、なんていうのかな、蜂蜜というか、なんか。なんていうのかな。ね、なんか蜜を食べてるような感じですよね。そうですね。ポロっとしているというか。はい。うん、すごい美味しかった。うん。ですね。うん、で、これ、僕の買ったさつまいものせいなのか、わかんないんですけど。ちょっと端っこがやっぱ硬いんですよね。なんか。はい。焼いた後、めちゃくちゃ硬くて、そこはなんか食べると。はい 何て言うのかな渋みがあるというかなんかこう酸っぱいというかなんかちょっと甘おいしくないんですよねああはいなんでそこはもう避けてというかまあなんかすごい硬いっていうのもあるしはいなんかねちょっと避けてはいますね食べずになんか端っこに繊維が多くて食べづらいっていうのはあるんですけどはいはいはいなんか酸っぱいとかちょっとやばい感じがしますねうんなんかね 10, 10センチぐらいですかね10センチ分ぐらい食べれないところがありましたね今日のやつとかええー、うんえっ10センチ 1 0ンチ分ぐらいまあこれぐらいですかこれぐらい、うん、ああはい、うん、なるほど人差し指1本分ぐらいですかねはい結構長長めにこう硬いところがあってはいちょっと食べれなかったですけどなるほどうんまあでもねそれ以外のところはすごく美味しく焼けましたねはい、うん、こう,うまくなってる感じしますかいます、ね、はいいやちょっとずつね あの分かってきて家でやるときはヘルシオでやってるんですけど、はい、170度で1時間はいやますね、はい、手動でそうですねそんくらいがいいですねでその後三30分20分から30分ぐらい余熱で入れてるって感じですねはい調、うん、達式いいっすねどんどんうまくなってきて、えー、ちょっとずつ分かってきてはいまだね6本ぐらいあるんではい、えー、ちょっとずつ食べていこうかなと思ってます はいはい、皆さんも食べたらぜひ報告をお待ちしております。で、あの、先週先々週に引き継いでて引ききで、ね、引き続き、ですね引き続き、ヨガやってまして、はい朝と夜と、朝起きてから10分、15分ぐらいやって、寝る前も10分、15分ぐらいやるっていう生活、ルーティーンを最近やってるんですけど、はいまあちょっと前、前々回か前回か合わせましたけど、 効果は実感してないっていう話をしたんですけど、はい、最近ちょっと効果を実感し始めましてほ<う>何かというとその寝る前にやって寝るとすごい寝つきがいいですねやっぱりうん、うん、なんかねま,まずヨガやる前にもう全部終えとくんですよねあの寝れる状態にしとくとかもう終わった瞬間にベッドに行けるようにしとくんですよ、はいで で僕の場合は寝る直前にあのビズメイツのレッスンを予約するっていうルーチンがあるんですけどあの次の日の朝の,あのビズメイツのレッスンを予約するっていうのがあるんですけど、はい、それも全部終えて、まあ、要は携帯触るってやってるから携帯とかも触らずに寝たいから目覚まし時計セットするとかあのビズメイツのレッスン予約するとかそれ携帯触る系のことも全部やって終えてでもあと寝るだけやぞと歯磨きとかも全部やってお風呂も入って。 はい、寝るだけにしておいてスタートするんですよね YouTube を僕はテレビに映してやってるんですけどそれであのヨガ始めて10分ぐらいあるんですけど夜ヨガっていうのがあってその僕が見てるその b ーライフっていう YouTube チャンネルがあるんですけどそこの夜ヨガっていうメニューにやると大体ね最後なんか大の字になって寝るんですよね最後は、うん、でそこでこう 瞑想状態寝ながら瞑想するんですけど、大体僕寝ちゃうんですよね、そこで。はい、で気づいたら YouTube 終わってて、はい、あやかんかんってなるぐらい、もうなんかこう、すごく副交感神経優位になってる感じがして、でもうそのままベッドに行って寝るんですよ。はい、すると、やっぱ朝起きた時に、あ よく寝たなーっていう感じがちょっとあるなーっていうのをね、実感しまして、これはね、いい効果、あが現れてますね、ヨガの。あのちなみに、その夜ヨガってどんなことをやるんですかあ、まあ、なんか、ストレッチみたいなのが多いですね。あのえー、体側伸ばしたりとか、もも裏、足裏伸ばしたりとか、あとはお尻周りとか、はい、あの肩周りとか、あのストレッチして、まあ、ストレッチですね、ヨガ、大体。はい。 うん、それを知って寝るって感じですね。うん,うん。うん。そんな効果あるんですね。いや、結構ね、いいっすよ。なんか知んないっすけど。なるほど。ぜひやってみてください。なんか夜眠りにくいなっていう人がいたらですね、ヨガ、あの、B ライフのマリコさんでね <laughs> っ、見てるんですけどね、<laughs> はい、B ライフのうん。これね、結構僕もいろんなやつやってね。はい。 やってますけどね、なんかこの人ね、いろんなところに行っててね、国、国かな、多分、えー、なんか河原でやってみたりとか、海辺でやってみたりとか、あと毎回ね、なんかホテルの一室というかね、あのベッドの上でやってたりするんですけど、はい。なんか高そうなホテルの、<laughs> なんかベッドの上でやってるんですよね、ヨガを。はい。この人、めっちゃお金持ってんなって思いながらいつも見てるんですけど、まあ、いいですよ。なるほど。 で、ヨガだけじゃなくて、そのー、なんかエクササイズ系、エクササイズ系とか、あとなんかね、バレトンっていう、バレトンっていうのかな有名なやつなのかな間違えて選,っちゃ選んじゃって僕、僕ヨガやりたいのに、そのバレトンっていうのを選んじゃって、はい。バレトンって何かっていうと、バレエのダンスみたいな、バレエとなんかエクササイズを組み合わせたようなやつなんですけど、へー これがね、僕、バレエとかやったことないから。難しいですよ。めちゃくちゃ。うん、こう、なんか、こう。なんていうのかな。はい、バレエのポーズをやるんですけどね。へえ<ー>。難しい。ちなみに、うんちくですけど。いはい。あの、西洋がバレエなのは、牧畜文化だからで。はい、こう、なんか、軽やかな動きを表現して、<お>日本は。あの、農耕文化だから。どっしりとした。農とか歌舞伎の動きになったらしいですよ。 牧畜がバレエで農耕が農耕が日本の農とか狂言とかそういう動きなるほど、はい、そうなんですね、はい、いやすごい前に学生の時、うん、学生時から高校生とか中学生の時なんか国語の問題で読んだんですけど、はい、それをなぜかもう覚えてるっていう、うん、<laughs> なんかありましたよね <laughs> そういう現代文というかはい 僕ちくがバレーにする。らしいですバレーと,といえば、何ですかバレーといえば、白鳥の湖とかですかそうですね、ちょっと僕見たことないんで、詳しくバレーわかんないですけど。白鳥の湖ってバレー音楽ですよね。そうですね、有名ですね。これ僕あのー、学生時代に、 オーケストラ入ってた時に、はい、よく演奏へししえー、あのー、なな夏の演奏旅行っていうのがあってはいその定番曲みたいなやつカルメンだとか白クの湖とかあと何があったかな、まあ、あとはえっ、ー、とーえっ、ー、とーえっ、ー、とねソリ,ソリスベリのなんだっけソリスベリ えっとね、えっ、ー、と、音楽、あのね、有名なやつがあるんですよ。アンダーソンだ。そう、アンダーソン、ルロイ・アンダーソンの曲とか、えー、結構有名ない結構あの、ルロイ・アンダーソンってなんか面白い曲を書く人ですよ。なんかあの、タイプライターとか。あう。なんかね、結構面白い。結構、多分ね、絶対聞いたことあると思います、あの音楽。へえー。めちゃくちゃ有名なやつが多いんで。はい。うん まとかね、いろんな、まあ、そのよ有名な曲を、まあ、いろんなところに演奏するっていう全国いろんなとこ行って演奏するっていうのがあってでそれを演奏する代わりに止めてくれっていうなんかそのヒッチハイク的な感じのイベントがあったんですよね、はい、大学時代のオーケストラで、はい、例えばなんか東北の方行って東北でこう演奏する代わりに。 なんかまあ場所によるんですけどそれはその2回生の人の交渉力にあの委ねられてるんですけど、はい、あのうまく交渉できたらちゃんとホテル一人一室ぐらい取れるんだけどあまあうまくいかないと体育館でみんなで座子ねとかっていうのでそれをこう演奏する代わりにその地方の,その,現,地の人現地の人たちにサポートしてもらってなんかこう。 交流を図るみたいなやつがあって、はい、それの一曲で、ね「その白鳥の湖」っていうのがあの毎回やってたんですけどこの「白鳥の湖」が一番ねあのなんていうのかなネックというかどこやったかななんかちょっとね難しいところがあるんですよねテンポが合わないというか映れるところが、はい、そこをねよくあの練習した覚えがありますね全然関係ない、えーうん、バレエね。 バレエんん <laughs> そうっすね全然触れたことないっすねうんやる機会なかったっすねスケさんダンスしたことありますないですねないないことないですねはいあのー、僕の前職の同僚の方がはいなんかねアメリカでヒップホップやってた人ですごい その人にレッスンというかね、あのやってもらってたというか、そのみんなで集まってやりましょうよって感じで、2>, はい、まあ2回ぐらいかな、3回ぐらい行って、レバ,レあのバレじゃないわあの、ダンス教えてもらったことがありますね。でね、その人ね、なんか、すごいダンスやるのはいいんですけど、毎回動画撮るんですよね。はい。で、気づいたら YouTube に上がってるっていう。<laughs> じゃ探せばすけさんのダンスがどっかにあると,あるあると思います僕のダンスええー、うんあると思う多分ので探したら出てくると思うんですちょっと今は探さないですけどはい<あ> <laughs> やめて言うてんのに絶対撮ってんすよ <laughs> <laughs> 一応そのなんていうのかなコラボじゃないですけどその今日やったことをあのやりましょう成果発表しましょうって言うんで一番最後に動画撮って、はい 一、はい、人ずつこうソロパートみたいなのもあってやるっていうんでね、はい、あのやってましたけどね、えー、やっぱ自分下手くそやなって思って見てましたけど <laughs> 後から見返すとなるほど、うん、それぐらいですね<ょ>やってたの僕持論があって、はい、格闘技が強い人はダンスが上手いと思ってるんですよねほうあの僕が好きな選手ジオ・マルティネスっていう選手は昔ブレイクダンスやってて、うん、なんか多分通じるとこがあるんでしょうね ななんか体の使いいいいい方が上手いみたいなはいはい、だからなんか僕も一度ダンス習ってみたいですねなんかやっぱかっこいいですよねちゃんとうまく踊れるとはいそうっすね多分ダンスやれば格闘技も強くなると思うんですよねはいはいはいなんかダンス格闘技みたいななかったでしたっけカポエラですかカポエラかはいなんか鉄拳でできた覚えあるんですけど鉄拳だったかな 中にエディですね、鉄拳の。エディか <laughs>。カポエラです、うん。僕よく使ってましたよ、あいつ。あ、そうなんですね。エディ。うん。エディ、昔からいますからね。あの動き好きやったな。はい。カポエラもだからやっぱダンスから来てるわけですもんね。そうですね、ダンスと格闘技がまさに正面から融合したようなもんですね。うんうん。なるほど。やりましょうよ、はい、ダンス。やりたいですね、機会があったら。うん。 僕も習ったことはないんですけど、それぐらいしかないんですけど、はい、あの結婚式の余興で、なんかよくやりましたねあの。同期が結婚するってなったら、大体 AKB やるっていうのが恒例になってて、よくやりましたね。フォーチュンクッキーとかですか。2>, 2小節分ぐらい踊るんですけど、はいうん、よくやってました。同同期期ななんんでで会社の同期なんで はい、会議室に集まってあの順番が来たら呼び出されて、はい、ここの小説撮るから来てくれって言われて、えー、行くそしたらあの動画見せられてここやでって言われて、はい、それをそのままで練習して30分ぐらいかな30分ぐらいで撮ってでそれをつなぎ合わせて動画にするっていうのはよくやってましたねはいいいっすね僕はね結構その中で言うとあの自慢じゃないですけど割と やれてた方だっていう、あの、評価をいただいてましたね。<laughs> なるほど。やれてる方やと。はい。言うんで、だんだん、あの、難しい部分が割り当てられるようになっていって。はい。意外にやれてたんやなっていう。<laughs> <laughs> ありましたね。なるほど。載せられてたと。載せられてやってましたよ。<laughs> ええー。なんか最近、小学校でもダンスがあるらしいですからね。うーん。 われわの時はなかったですけど。いや、<か>僕はありましたよ、フォークダンス。あ、マジっすかフォークダンスなかったっすか、えー、いや、僕の時なかったですね。なんかよくやりましたね、オクラホマーミキサーみたいなやつ。ああ、でもあの、なんだっけ、運動会とかそういうのはありましたね、うん。やりましたよね。はい。あのうまくできた記憶がないですけど。<laughs> <laughs> なるほど。うん 体育嫌いやったんすよね、なんせ。ああ、そうなんすね。小中。はい。高はもうほとんどやってないからですけど、小中の体育嫌いやった。はい、一番嫌いなのは何でしたうん、何が一番嫌いやったやろ球技ですね、球技。球技。球技が一番やっぱ嫌いっすね。球技、いろいろありますよね。うん、球技の中だと、 球技の中だって何ですかねサッカーバレーボール野球野球かな野球難しいっすよねうんボール飛んでくんなってずっと思ってましたもんああ<ー>ぱり守備してる時は野球ってなんか国民的スポーツですけどあれ絶対難しいっすよ野球 <laughs> 難しいですよあれ絶対難しいルール複雑だし、うん、なん教わってないから そうすね、教わってないからできるわけないじゃないですか。とりあえずやってみてのスタイルだったんですかだ,だ,いだいたいそうでしたよ。体育ってそうでしたよ、えー、だいたい。なんか教わるっていう経験してないですもん。あ<ー>な,んかなんかこう、バスケットとかやるってなったら、はい、だいたいなんかこう、試合形式というか、なんかこう、チームに分かれてバスケット対決しましょうみたいなので、 はい、やってたことが多かった気がしますけどね。なるほど。いきなり実践ありなくないですけどね。いきなり実践してもうまくならないし、うね、どうやっていいかわからんし。はい。だ僕は練習とか好きでしたよ、なんか。なるほど。やり方教えてもらって、それでこう、なんかシュート練習、まあ、なんかバスケットとかだと、例えばなんかこう、レイアップシュートの練習するとか、なんかそういうのは好きでしたけどね。はい。 なんかこういきなり試合させられてもうまくできるわけないんだから、はい、なんかそういうのはなんか僕あんま好きじゃなかったな。なるほどみんな試合の方が好きでしたけどね、なんか大抵の人は。そうですね、うんで。大体その部活入っている人が無双して終わるみたいな。そ <laughs> そうそう僕はだから練習の方が好きですね、体育とかだと。はいはい、あとは体力測定とかの方が好きでしたね、どっちかというと。 体力測定。一人一人個人技がやっぱ、個人技って個人でやるやつの方が好きなんで、はい。一人迷惑かけないし。じゃあ、マット運動とかすかマット運動とかの方がまだ好きですね。なるほど。うん。跳び箱。跳び箱。縄跳びとか。はいはい。縄跳びも、オーナー跳びは絶対嫌いですけどね。<laughs> なるほど。<laughs> オーナー跳びはほんまに嫌やった。<laughs> いそりゃんかみんなに迷惑かけるからとかですかそうですね。僕嫌なんですよね。やっぱ人に迷惑かけるの嫌なんですよね。なんかエンジニアとかってそういうチームプレイの連続じゃないですかああ、そうっすか。エンジニア結構個人、個人ですよ。あそうですか。うん。ああ、それ職種の違いか。な,るほどなんですかね。チームプレイの中でも 瞬発力を求められる系が僕はやっぱ苦手なんですよね。はい。前も言ったかもしれないですけど、あの、グループディスカッションとかで、はい。だから1時間で結論出さないといけないとかっていうのの、あの、チームワークとか結構苦手というか、じっくり時間かけていいんやったら僕はいいんですけどね。じゃあ結構焦らされてるのが嫌いってことですかいや、そうっすね。ああ、スポーツはもう焦りの連続ですからね。<laughs> そうそうそう。 さんどうでした体育はまあそこまで下手ではなかったけどうまくもなかったみたいな感じですね、うん、柔道は強かったですよそ,それもくらいする <laughs> それはそうっすよね、はい、やってたんですもんねそうっすねあとなんか僕の高校特殊で中高一貫校なんですけど前話したかもしれないけど、はい、あの中高一貫校の6年間の間なんか学校のスポーツとして柔道があって、はい 毎週1時間ずっと柔道やってて、えー、で毎年校内大会みたいなのがあってはい、はい、学年ごとにで階級分けてみたいな、うん、でそれで僕2連覇仕事ありますねすごい <laughs> 強いなはいそっからあの格闘技人生が盛り上がっていきましたね、うん、僕スポーツで何かそういう輝かしい生活性,性 輝かしい成績はい。残した記憶全くないですね。なんかスノボとかないんですかないです。ないか。ないですね。一切。<laughs> 一番今、今聞かれて、こう、一番自信があるスポーツはって言われたら何ですか今、スノーボードですかまだ。<ー>でも、でも大したことないしな。 でも卓球も大してやってないからな、まあ、スノボとかって大会とかないですもんねあ,ありますよあるんすか、うん、出たことないですけどね、えー、それ出てみたらどうですかああスノボ大会はいじゃどうなるんですかスノボ大会はなんかね前のゲストで出てもらったナリさんっていう人がいるんですけどはいはいあの飛び込みで参加したって言ってました大会にはい だから優勝したって言ってました。えへ、ー、え、飛び込みで参加して飛び込みで参加して。はいあ。6人ぐらいしかいなかったのかななんか。はい、少なかったから飛び込みでも参加できたって言ってましたけど。それ優勝したって言ってました。すげえ。<の> <laughs> うまいっすね、南里さんも。ね、そうなんですよ。へえ<ー>。ストーツかーど。どんなことやるんですかちなみにそのスノブの大会って。あの、ジャンプ台があって、ジャンプする。ああ<ー>。 基本は。いや、なんか僕みたいな素人のイメージだと、なんかテレビで見るハーフパイプとかしか、はい、いやいや、あんな、<laughs> あんな、すごくないですよ、多分その、素人の大会は。へ、はい、ちょっとしたコブみたいなところで、<ー>ジャンプしたりとか、はい、まあストレートジャンプですよ、多分基本は。はい。ストレートジャンプして終わりだと思いますけど。うん、はい。まあ、一応その子で、こう、決めたら、すごいんじゃないですか。なるほど。回ったり したら、はいえー、でも、いますけどね、ゲレンデには、そういうなんかくるくるくる回ってる人、うお、すごいってな,るけなりますけど、はい、それぐらいできるようになったら、僕もねあの、スノーボード得意ですって言えますけど、全然そんなことないから、まあ、素人っていうか素人な、素人なんですけど、はい、まあ中級ぐらいですかね、多分中級、うん。中級者ぐらいですね、多分 なるほどなかなか難しいっすよ。いや、なんか、出てみてほしいっすね。<laughs> <laughs> どうなるのか。大会出ますか、なんかね。はい、飛び込みではい、ぜひ <laughs> <laughs>、まあ。緊張しますね。僕も格闘技の大会、毎回もう、あの口から心臓が出るくらい緊張しますもん。<laughs> <laughs> じゃあ、いきますか、今週のお便り。はい えっと、じゃあ、じゃあ一つ目僕いきますね。はい。えー、エピソード93のモニター。そえそれ、これはお便りじゃなくて僕の意見です。あ、そうなんすか。す <laughs> あ、そうなんですね。これから。はい。じゃあ、えっ、ー、と、近いのでいきますね、えー。心理学と哲学の違いは何なのでしょうか噛み、はい、砕いて教えてください。とのことです。教えてください。まあ多分私の理解だと、 心理学って実験の塊なんですよね。はい、あの、はい、なんか大学で、スケさん、その心理学のバイトとかなかったですかバイトなんか僕、よく会ったんですけど、心理学の実験するから、それやってくれたら500円の、あの、図書券あげるよ、みたいな。いやー、やったことないですね。なんか僕の時よく会って、こうモニターに何かが映されて、直感的に思った方を、こう、選んでください、みたいな。うん そういうい実験がたくさんあって、まあ、基本的に心理学っていうのはそういうあの実験の塊なんですけど、うんまあ、哲学ってそういう実験はしなくて本当考えて考えてっていう感じなんで,、うん、でアドラー心理学は結構哲学とかぶってる気がしてて有名なメンタリスト DAIGO さんも言ってましたけど、うん、なんかアドラー心理学ちょっと哲学っぽいんですけどみたいなこと言ってて。うん まあ、まさにそうなんですよね結構、ま、あの最近のアドラ、まあ、アドラの後継者たちがまとめてたのも結構哲学チックなものが多いと僕は思ってて、うん、まあなんでまあその哲学と心理学の違いは何かって聞かれたら心理学は実験の繰り返しで哲学は考えるっていう感じだと私は思ってますなるほどはい実験ってことははい つまり、昨日と演疫の違いみたいなところですかちょっと違う。まあそんな感じですね。か哲学は演疫ってことですか、はい、そうだと思います。うん、なんで、心理学はき昨日の塊ですね。うんうんうん。はい。あれもやったんですかじゃあそのバイトで。ああ。ミルグラム。ミルグラム実験でしたっけ <laughs> <laughs> あそんななんかハードなのはやってないですけど。 <laughs> ミルグラム実験はすごいハードですけどまあ多少のほんと数十分で終わるようなバイトを結構やりましたねうん、うん、はいこうミルグラム実験はちょっとやってみてほしいですけどね <laughs> う <laughs> そうですねいやーでもあそこでノーって言えんのは、うん、どうなんですかねちょっと僕もあんまりノーって言えんのかって自信がないですね そのミルグラム実験っていうのはあの前説明前ちょっと言ったかもしれないけど、あのー、生徒役と教師役に分かれていてその被験者を分けるっていう,いう説明をするんですよね。で、はい、その学習における罰の効果を測定するものだと説明されて。 まあ各実験協力者がくじ引きで教師役と生徒役になるとされてますと。でも実際は教師役だけが真の被験者で生徒役は役者が演じてる桜ですと。っていう中で、あの被験者はそのまずその問題を生徒が、ま、問題を間違えたらその45ボルトの電気ショックを与えてで次また間違えたら 15ボルトずつ、どん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 上げていくように指示されていて。で、まあ最初にちょっと45ボルトの電気ショックを受けて、どれぐらい痛いんかっていうのを体験させられるんだけれども、それでこう、生徒役のその桜の人がどん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 間違えまくって、どんどんどんボルトが上がっていくと、一応その、何ボルトだとどれぐらい痛いかみたいなのが書かれていて、で、一定のボルト、 なんか400ボルトぐらいになると命の危険があるぐらいっていうふうに関われてるんだけれどもそこでなんだろうせその教師役の人はまあやめやめたいという人はいるんだけれどもまあそれは別にこの実験を続けてくださいっていうその監督者の人がすごく言ってくるとでこの責任は私が取るからかあなたに責任ないですよっていうことを言われると どの大体の被験者が一番マックスのボルトまであの上げてしまったっていう、上げてしまうという実験ですね。はい、そうです、うん。これは何の実験なんですかねその権,権力、権威に従うかみたいな実験だったと思いますね、多分。うんうん、あとなんか同調圧力みたいなのもあるんですかね。あ、まあ、そういうことだと思いますね。 あの似たようなやつでスタンフォードの囚人の実験ってあったじゃないですかはいはいはいあの囚人となんか艦手に分かれると囚人は囚人らしく振る舞いになって監視は監視のように振る舞いになるみたいなやつはいあれはなんか嘘やったっていうのが出てましたよねあそうなんですかウ<で>だったね,なんかねスタンフォードの監獄実験の事件はなんかなんか最近つい最近だと思うんですけど 指導が入ってたみたいなのが確認されたっていうのが、はい、あこれか2018年にデジタル化された監視役たちの会話録音が議論を巻き起こしたって言ってて監視役の人に対して刑務所長役の人が実験結果のためにもっと実験に参加して荒々しく振る舞うように伝えている部分が特に物議を醸したっていう。 そうなんですね。うん。らしいです。なるほど。まあ、こういうことをやるのが心理学ですかまさにそうだと思います。うん、なんか、すけさん、あのそういう実験にバイトで参加したこと、他もないですか心理学以外も。例えば、どうなんですかなんか、僕が参加したのは、渋滞の実験みたいなのがあって、ほうほう。なんか 列になって歩いて、そんで渋滞の度合いを調べるみたいな。<laughs> めっちゃ面白そうっすね。はい。っていうの結構1日がかり、あ1日がいかないから、でも半日くらいかけてやって、はいはい、っていうバイトありましたね。どれぐらいもらえますか、<っ>それ。いやー、でもちょっと忘れました。けどそんな、うん、どうだろう。結構時間取られたんで、まあまあもらえたかも。渋渋滞滞のの実験渋滞の、はい なんかな、はい、どういう,うにかかかかわせるってこととそいこですかなんかまず列を作って前の人が歩き出して、うん、みたいな、はい、でそんでついてったらどんくらいこうなんか後ろに影響があるかとかみんな一斉に歩き出したらどうかとかあとなんか人混み歩いてどうかみたいなことやりましたね。そしたら僕なんか人混み歩く中で、はい、なんか僕歩いてたら結構ぶつかりまくって <laughs> そしたらあの。 研究生の人からちょっとぶつかりすぎなんで、控えめでみたいなことを言われて、<laughs> <laughs> あ、ごめんなさいみたいな。ええ、なんでぶつかっちゃうんですか、それ。あーなんでなんですかね。えー、それ参加者にぶつかっちゃうんですかそれとも全然関係ない人にぶつかっちゃったんですかあの、まず人混みを作って、その中を歩いていくみたいな感じだったんですけど、なるほど。それは僕はこう、歩いて抜ける役割だったんですけど、はいなんかこのうろうろしてる人に結構ぶつかって、 うまくう避けられなかったったてことですかそうですね <laughs> <laughs> そんで当たりすぎですみたいなことが言われてって, <laughs> っていうことがありましたえー、いやないっすねそんな実験に参加したことないかもなんかだいたい心理学系の授業を取ったらあの授業の終わりに陰性とかが来てこういう実験あるんであの希望者お願いします切ってくださいみたいなことを言って去っていきましたねはいはい、はい で、それに行きますって言って行ったんすかはい、それで図書券ゲットみたいなことありましたね。ーいやー、ないかな。ない気がするな。ない。うん。なるほど。記憶にないっすね。ええー。うん。心理学の授業取ってないかもな、それ言うと。まあ、それがあるかもしれないっすね。文系、うん、理系の違いかも。 心理学の授業受けてたこと覚えがないですね。今もっと面白そうですけどね、なんかいろんな。そうですね。あるから。はい、うん。ミルグラム実験とかも面白そうだし。はい。あとは、あのー、あれですよね。なんか長さの違う棒を見せられて、明らかに一緒の長さのやつやのに、他の二人が、明らかに違う長さのやつを、これが同じ長さですって言うと、 残りの一人もそれに合わせちゃうっていうやつああ、それ初めて聞きました。なんかね、長さの違う棒を見せられて。なんか、サクシーではないですかそのえそのサクシーってことで、同調の心理でこれかな正しい判断の、あ,あれ。で、そのれぞれの棒の長さは明確に異なっているために、正常な判断力であれば、容認にが切できる問題であった。 この実験では、1人の被験者につき、異なる問題を12問出題し、その回答率を測定した。被験者が1人で回答する場合は、1二の質問で一度も誤った回答を行わない被験者は94%だった。次に、被験者に回答させる前に、7人の桜に、被験者の目の前で正解でない同じ棒をホワイトさせた後に、被験者に回答を行わせると、12回の質問で一度も誤った回答を行わなかった。 26%になった。<laughs> まあ同調圧力ですね、完全に。えー、これは。そんな,なん。<laughs> こんな違うのに。僕は自信ありますよ、これ。それでも違うでしょっていう自信ですかっていう自信あります。おお<ー>。わかんないけど。素晴らしい。僕、小学校の時に あのすごい覚えがあるんですよ、これ。と言いますとあのなんかね、理科の実験かなんかで、はいろうそく、なんか鉄板になんか油を塗って、はいろうそくの火を当てると、はいどのように模様がなるかっていう問題があって、はいはい。はい まあ多分、小学校低学年でしょうね、多分。はい。普通に同心円状に広がっていくだろうと僕は思ったんですよ。はいで。それがまあ正解だったわけなんですけど、はい。なんか知らないですけど、クラスのほぼ全員が四角形に広がるって言ってて、<laughs> いや、絶対しちゃうやろと思って、僕はそれ最後、一人だけ僕だったんですけど、ぐらいだったんですけど、最後までこれは絶対そうだと。はい あれひょっとしたら実験やったのかなこれの。くらい、ええ、あの僕ちゃんと通しましたね自分の意見を。っていうのが小学校の時覚えるのある一番記憶に残ってて多分小学校時代一番活躍したのはその瞬間だけだったんです。<laughs> それで答え合わせしますってなって、すけ、うん、さん唯一正解ってなって、おーおーみたいな。 あ、よかったってなりましたね、僕は。へえー。ね、なるほど。だからやっぱ同調圧力だったと思いますよ、あれも。だからみんな。ああ、何事も同調圧力ですね。なんから多数になっちゃったから、そっちに。はい。だからみんなみあそっちに足並みを揃え出したんでしょうね、多分、うん。うんなるほど。同調圧力怖いですね。何事も自分の頭で考えろってことですね。<laughs> まあ難しいですけどね。はい。みんながよしって言ってたら、よしって思っちゃう部分ある,あるでしょうからね、一定ね。はい。確実にそうって自信があればあれですけど。そうっすね。うん、まあ難しいな、小学生なら特に、うん。心理学実験、実験がすごい多いんですね、だからやっぱりこういう。多いです。実験心理学。 世界的に最も邪悪とされた5つの心理学実験。1個目はスタンフォードの韓国実験。MK ウルトラ計画。これ何これ何これ分からへんアミルグラム実験。えー、知らないなあ,、まあそんな感じで、心理学っていうのは実験がベースになってますよってことですね。はい、はい、そうです。哲学では実験はないんですか 思考実験とか。まあ、ないっすね。そういう心理学的な実験はないですね。なるほど。はい。じゃあ、次行きましょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、次のお便りですけれども。はい。えっと、これちょっともう一個前にありましたよね。そうだ、ありましたね。あってもらってます。ちょっと、ログをたどってます。貼くかな。 あの、掃除の話が、前回前回っすか掃除の話したの。前回ですね、確か。うん。前回話した掃除のやつを見たというのでお便りいただいたんですけれども、はい、あの、ハイデガーの世界的内在の元ネタっていうのが、まあ、掃除って言われてて、あの、この方が、 私はハイデガー好きなんですが、近頃再建、近頃再発見されたことみたいですっていうことで教えていただきました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます、まあ。そもそも世界的内在って何すかっていう感じなんですけど。世界内存在ですか。世界内存在。これか、世界内存在か。はい。これがあれですか、誇張のなんとかってやつですか あーどうだろうなちょっと詳しくは分かんないですねのの夢の話ですかなんかハイデガーの世界内存在っていうのは、うん、なんかちょっと僕も詳しく分かってないですけど、うん、なんか今までの考え方って自分と世界がこう対立して存在してたんっていう考え方らしかったんですけど、はいはい、じゃなくて世界の中に自分がいますよみたいな感じのことを言ってた気がしますね<そう> <laughs> それ はどういうい意味ですかまあそれ何なんですかねちょっと詳しく分かんないですけど世界内存在 <laughs> このブロが出てきますね掃除とは世界ハイデガーの世界内存在はいちょっと読んでみますけどはいしかしながら道教がアジア人の生活に対して成した主な貢献は美学の領域であったはいシナの歴史家は 道教のことを常に諸星術と呼んでいる。うん、というのは道教は現在を我ら自身を取り扱うものであるから。はい、我らこそ神と自然の愛合うところ、昨日と明日の分かれるところである。略人生の術は我らの環境に対して絶えず安排するにある。道教は浮世をこんなものだと諦めて、 儒教徒や仏教徒とは異なってこの浮世の中にも美を見出そうと努めている、うん、この中の諸星術英訳 To be in the being the world がハイデガーの世界内存在インデアベルト l t s t につながったとされる相似、はい、の諸,諸星は世におると世に処するの2つを兼ねる 私の恩人、恩師の一人、伊藤義之助は、1918年第一次世界大戦直後、ドイツに留学。その時、ハイデガーを教師に雇いました。敗戦後のドイツはひどいインフレで、連合国側の日本の留学生のポケットマネーは、ドイツの若い学者たちには魅力的でした。伊藤は帰国に際し、お礼の心づもりで、茶の本の毒薬、 ラスス・バスハフォンティーをハイデガーに手渡しました。それが1919 19年、そして1925年にハイデガーの名を高からしめた存在と時間が出版され、あの術語が断りもなしに使われていたので、伊藤は驚くと同時に憤慨もしていました。それからはるか後年の1945年、いや、世話になったんだが、やらずければよかったなぁと、 庄内弁で私に十回された,なたことがあります。何のことがちょっと分かんないですね。ちょっと僕も分かんないです。まあ、要はね、多分そういう言葉が出てくるんですね。あの世界内存在っていう言葉が、はい、あの出てくるわけですねあの。ハイデガーの書籍の中に。それがまさに掃除の本の中の英訳に出てくるよっていうことですか。 イ、まあ、ン,ングオブザワールドっていうのがこ、はい、のままハイデガーが言ってるインデア・ベルト・ザインにと同じアンケっていうことですかね多分まあ掃除に通じてるもんがあったんですかね,ううすね多分諸星術か諸星術って何なんですか諸星術、まあ、生き方みたいな感じですかねうんハイデガーが老子への 興味も説明できる。ちょっとよくわからんなぁ。茶の本ホって何ですか茶の本茶の本って何ですかねちょっとわかんないですね。千利ノですか岡村ウラカエルさん、アク これが掃除の本なんですかねえーっと、どうですか <laughs> どうなんですかねあの本、あの本書いてあるわ。The Book of Tea。そのままっすね。<laughs> すいません、かこの、はいはい、いただいたブログにもちらっと書いてるんですけど、はいあのさ、茶道にはキリスト教の影響が いてるらしいです、ね、へえ<ー>その儀式みたいなはいはいはいっていう説がありますねあこれかとはいえってやつはいとはいえ茶道にキリシタンの洗礼の儀式が影響を与えたという説もあるはい影響はどちらか一方のものではなくて総合的なんじゃないかというふうに、うん、これたまたまですけど はい、この茶の本っていうのがニトベイナゾの武士道と並んで明治期に日本人が英語で書いた著書として重要であるって書いてありますね、うん、初耳でした、うん、初耳でした僕も茶の本なるほどだ原文が英語なんですねザ・ブック・ディーっていう、はい、茶道を紹介する本ってことかそうですねウィキペディアによるとはい で、この中に書いてあることが、そのままハイデガーのあれに出てくんでっていうことですかね。うーん。っていうなんかふうに読めますけど。かもしれないですね。ちょっと僕もよくわかんないですけど。ていうかよく、よく知ってたなって僕は <laughs> 思って驚きましたけどねあの。コメントいただいた方に、方が。はい。すごくないですかそうですね。 こんな話とかどうやって知るに至るんだろうってハイデが好きだったってことなんでしょうけど <laughs> はいすごいなと思ってですねなおさんも追いかけてますかそういう感じで例えば関東の最新情報とか <laughs> いやーそこまで最新追ってるのはないですねあ僕グラップリングはむちゃくちゃ最新いってますよ <laughs> <laughs> 多分日本トップレベルな自信ありますね、グラップリングは。グラップリング情報。はい。何で集めてるんですか大体、インスタとか、英語の、はい、選手、あとまあ動画見たりとか。うん、いやでも今、インスタかな、本当、選手、海外の格闘技の選手、みんなインスタなんで、なるほど。で、ストーリーズとか見たりとかして、そこに最新情報が詰まってるんで、うんうん、そっから見てますね。 それで最新情報を得られるとグラップリングの、はい、そうですグラップリングも僕全然詳しくないからわかんないですけどね <laughs> すけさんの最新情報何かありますか最新情報最新情報ないっすけど、はい、最近僕はあのペン字にちょっとハマっててハマっててハマってるっていうほどじゃないですけど、はい、ペン字のねなんかすごい綺麗な字書く人の ツイッターのやつが流れてきてき、はいはい、僕も書けるようになりたいなって思ったぐらいですね、最新情報<笑><笑>それ、個人的ニュースですね <laughs>。<laughs> 個人情報ですね。個人ニュースですね。はい。の中のなるほど。でも、こうハイデガーとか100年くらい前の人の最新情報が見つかるってすごいですよね。そうですよね、確かに。はい すごいな。最新情報。最新情報で言うと、アップルの手数料が30%から15%になったっていうのが話題になまマジっすかはい。そんな下がるんですかあの、あれだけですけどね。あの、中小企業だけですけどね。ああ、残念。1>, 1年間の売上一1億4000万以下の企業。はい。アップルでのですけど。はいはい。 が15%になるんでた多分個人開発者とかが、はい、まあそうなるみたいですねえなんか今ーー、うん、あのフォートナイトとアップルで争ってるじゃないですか、うん、エピックのその関係で折れたのかなって思ったら全然関係なかったですね、はい、フォートナイトには <laughs> そうそうあとはなんかあの M1 チップっていうのが最近出たんですけど、はい、MacBook Pro の なんかあれがすごい速いらしいですね。M?M なんですか ?M1?M1 って読むのかな ?M1? 最近、最新の Apple の,の MacBook Pro とかは、ああ、はい。チップが変わったんですよね、CPU の。ああ、なんか聞いたことあるかも。うん、それで、速くなったっぽいっすけどね。はい。へえうん。仕組みは全然分かってないですけど。なるほど。 最新情報、それぐらいです。<laughs> アップルの最新情報と。ね、なるほど。うん、あと、僕の愛読してる、愛読してた、達人プログラマーっていう本の最新版が第2版かな。はい。また出るらしいです。この11月のに。それはどういう内容なんですかです、ね、なんかね、プログラマーとしてのあり方とか生き方みたいな。 あとはその気をつけるべきところとかまあどういうふうにプログラム書いたらいいかとかまいろいろ多岐にわたるんですけど、はい、あとはそのゆでガエルの話とかはい、はい、ゆでガエルとなんだろうスープの話とかがあって結構これがあのなんか示唆的なんですけど前その話したような気もしますけど。はい、うん ゆでガエルになってプログラムのことに気づけずにこうどん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 悪化していく、まあ、我々の理論みたいなもんですけど、はい、あのはめられてしまうみたいな話と、はい、あとはそのどっかの町に行った時に石のスープっていう話があって、はい、兵隊があの興味を引かせて石をこう。 見てたらそれを見た村の人たちが何をしてるんだって言って「いやこれ石のスープといってすごい美味しいスープなんだけれどもここにあの野菜が入るともうちょっと美味しくなるんだ」って言っていやその村人の人たちがその騙されてそれをどんどん材料を放り込んで最終的に石を取っ払って普通のスープが出来上がるっていう。 あのとっとそれはなんかうまくこう意思っていうものを触媒にしてあのいいものを作り上げるあの教訓となってるんだけれどもそれがゆでガエルの話と結構ん、えー、だろう同じような話でよしとするポジティブに捉えることもできるしネガティブと捉えることもできるんだみたいなそういうなんかちょっと教訓めいた話とかなんかいろんな話が載ってるんですけど結構面白い本であの それの新版がが。出ますね。第2版がなるほど僕もチャンスだったら読んでみようかな面白いですよはいあと明日ですね桃鉄の最新版が出ますね <laughs> 明日えー、えー、ちょっとやりたいなと思ってます桃鉄好きなんですか桃鉄好きっていうか昔よくやりましたけど友達とうん99年で 99年で大体30年ぐらいすると飽きてくるっていうやつ、はい、<laughs> なるほど。いとことよくやったんですけど、はい大体ね、いとこね、京都を取ると怒りだすんですよね。<laughs> <laughs> それはなぜですか京都って強いんですよ、確か。へ<ー>なんかね、収益率高くて、はい、なんか強い,強いんですよね、京都。 へうん、で、ちょっと高額物件が多いから、京都を取ると結構でかいんですけど、はい、確か。はい、でそ京都取るとおこ怒ります、怒りますというか、京都を、<laughs> 接待プレーじゃないですけど、あの京都買ってもらって、気持ちよくプレーしてもらう必要がある。<laughs> 接待プレー。<laughs> 接待プレー <laughs> <laughs> あるんですよね、やっぱね、はいそのいとこの方はおいくつなんですか あ僕の1個目ですね。1>, <laughs> 1個目で <laughs> <laughs> ?1 個目で接待プレイなんですかやっぱりあの、やってるとやっぱ機嫌悪くなるから、はいなんかうまくいかないと。僕らも別にそんな勝ちたいとかって思わないから、はいまあ楽しくやりたいっていうのがあるから、はいまあ楽しんでもらおうっていうか、まあ、接待というとちょっと違うんですけどね、なんか。 なんか不機嫌になられるとちょっとやりにくいなっていうのがあるんで、あ<ー>それやったらちょっと気持ちよく遊んでもらおうっていう心はよく働きましたね。ちょっと機嫌で周りをコントロールするのはライフスタイルが歪んでますね。まあ <laughs> まあそうとも捉えられなくはないんですけどね。楽しく遊びましょうよっていう感じですね、僕からすると。はい、うん、なるほど。 対戦系はちょっとね、やっぱり危険ですよね、やっぱり。あの、なんだっけ、よく友情破壊ゲームと言われてるの、なんでしたっけドカポンですかドカポンでしたっけ <laughs> 桃鉄もなんか言われてる気がします、ねド。ドカポン3に1じゃないですか。イタすとイタすと、ドカポンが出てきました、ね、やっぱり。ドカポンは僕好きでしたね。ええー。 ドカポン3日よくやいましたけど。<laughs> ああ<ー>。や,やりました、ドカポン。いや、僕やったことないかもしれないですね。あ、マジですかめっち,ちゃ面白いですよ。はい、RPG なんですけどね、ボードゲームと RPG のくっつけたようなやつで。へ<ー>えー。これめっちゃ面白いです。<laughs> 確かに、友情破壊ゲームつったら <laughs>。<laughs> ドカポンとあと、モモが上に出てきますね。出てくるんじゃないですか イタストも一応入ってましたね僕やっぱこの辺めっちゃ好きなんですよねイタスト、はい、イタストトカポンモモあとねすごいマ,ニマイナーなゲームだけどタ,マタワードリームっていうあのなんて言ったらいいのかアクワイヤっていうゲームボードゲームがあるんですけどそれとよく似たゲームなんですけど、はい、アクワイヤやったかななんか迷う、はい、あの 会社作って、はい、それを何かでかくするっていうゲームなんですけど、えー、それとかもすごい面白かったですねあとモノポリーとかモノポリー <laughs> <き>出てきましたねはいあとあのー、あとねすごい僕好きやったやつがあって天空のレストランっていう <laughs> やつがあってはいそれすげえ面白いんでもう 今はプレイステーションでしかないからなかなか遊べないですけどね、はい、あの料理をみんなで作るんですけど、はい、あの自分の鍋をみんな持ってて、はい、その自分の鍋に食材を入れていくんですよ。なんか止まったマス目で食材もらえるから、もらえて自分の鍋のに入れてあのいい食事をこう完成させい,いい料理を完成させるんですけど。はい なんかいらん食材来た時に他の人の鍋に入れられて、はいあの,他の人の鍋があの鍋っていうか料理があの闇鍋になるっていう <laughs> それでこう受けた破壊になるけど勝手になんかねカエルの足とか入れられてあの闇鍋になっちゃうっていうそういうゲームがあるんですけど、えー、それもすごい面白かったですねけさん友情破壊ゲーム好きなんですか いや、そういうわけじゃないです。僕、友情破壊ゲームをみんな仲と仲良くやるのが好きでしたね。<laughs> <laughs> なるほど。あやめとこうっていう、その、なんていう、あ、それは分かってるやんな、みたいな。はい。その、これはや,やった、超えたあかんところやんなっていうのを、ああ、はい。暗黙の了解ですよ。だから要は、対コンピューターでやろうなっていう。なるほどあのこ。人間同士ではそういうバトルはやめとこうぜっていう、そういうスタンスでしたね。 その了解があった上でやったってことですね。それでやるならいいですね。だから、コンピューターはボコボコにしますよ。そりゃ。<お>でも、人間同士はもう最後の最後だけですよ。やるとしても。はい、うん。そこまでは仲良くやろうよっていうスタンスでしたね。うん,うん。なるほど。いや、ボードゲームが好きなんで、はい、えー。楽しみですね。明日の 結構普通のボードゲームを友情破壊系多くないですかああそんなことないっすよあそうですかうんなるほどなんかマジで喧嘩する系って LOL が一番じゃないですか <laughs> ロールはそうっすねうんなんかあれで友情を破壊してる人いるやろなーって思って見てますけどまあ友情破壊して人格も破壊してる人いますからね <laughs> すごいですね、それは。<laughs> はい。だってなん、なんていうかな、もう、なんていうか、罵声を飛ばしまくってるわけじゃないですか、はい、仲間に対しても。はい。どうしてしまったんだというか、うん、うんな。仲良くやろうよって僕は思っちゃいますけどね。ちょっとまず、やっぱ、特殊な訓練を受けてからじゃないと、ロルはや,やんない方がいいかもしれないですね。<あ> <laughs> <laughs> ちゃんとマスターしてからの方がいいですかはい、その方がいいかもしれないです。<laughs> 特殊な訓練 <laughs>。はい。いや、でもやってる人みんな特殊な訓練受けてないから、はい。えらいことなってますよね。そうっすねなっちゃってますね、うん。そのフォートナイト、さっき話題にあったフォートナイトとかどうなんですかフォートナイトは、<ー>まだまだロールよりはマシな気がしますね。なるほど。はい。何がそうさせるんですか、ロールは。 見方を攻めがちなのがな。なんでそうなっちゃうんですかねだって5対5のチーム戦なわけじゃないですか。はい。それだけで言ったらバスケットボールと何ら変わらないわけですけど。はい。やっぱりその、見知らぬ人が味方だからなんですかね。まあそれもあると思いますし、結構スコアで出ちゃうんですよね。誰が悪いっていうのが。貢献してるか貢献しないか。はい。その、ですを重ねてる人が悪いって見えちゃうし。なるほどなるほど。はい。 いい,面いい面も見えるし悪い面も見えちゃうのが良くないってことですかねそうですねでもそれがあるからこそ流行ってるんじゃないですかね多分まあそういう面もあるかもしれないですですよねでもそれあれが全部スコア見えてなかったらここまで流行らなかったですよねかもしれないですねうんやっぱりその自己顕示欲じゃないですけどはいまあミスった時に責められるっていうのがある一方でやっぱ賞賛を浴びるっていうことがあるわけじゃないですかはいはい 難しいところそうですね、まあ。しかもなんか結構自分がこう絶対勝ちたいってかけてる試合で、うん、味方がこう負けると負けるってまあフィードっていうんですけどそのフィードし始めると、はい、すごいこうグツグツくるんで <laughs> なんかそういうのもまあもうほんと焼き芋みたいにグツグツしてくるんで <laughs> そういうのが良くないのかもしれないですね。ななんでなんででしょうな他の、はい スポーツでそんなことありえないのかななんか、はい。なんでこんなにロールだけこんなことになってるんだろうって思っちゃいますけど。うーん、どうですかね。サッカー、野球、うんん。まあ結構目の前にその人がいないっていうのも大きいかもしれないですね。まあまあ、確かにね。はい、こうやっぱネット越しになって、モニターしか文字しか見えてないんで。っていうことですよね。バトンを飛ばしがちっていうのもあると思います。 まあ確かにね。はい。だからオンラインならではってことなんですかね。それもあると思いますね。うん。でもそうなってくるとやっぱり今のリモート環境ってその側面を帯びてくるんじゃないですか。そうですね。そ<の>ありますね、よくくそ考えると。働く人、はい。あんま働かへん人っていうのが、それこそロールみたいにスコアで可視化されて、はい。で、なんとかスケジュール間に合わせたいって思うプロジェクトがあるのに、 はい、あんまあ大してやってへんやつおるってなったら、はい。イラーっときて、はい。後押しまくるみたいな。スコア見えたらそうなってくる可能性はありますね。ありますよね。現状、現状、ロールほどそんなはっきり見えないと思うんですけど、うん。まあ、でも見えちゃったらそうなってくる可能性ありますね。ですよね。しかもまあ、チャットしかないから、顔見ずに文字でバトルしてみたいな。そう,そうそう。そういうのチャットファイトっつうんですけど、 はい、LOL でチャットファイトが始まって <laughs>、ね、雰囲気が悪化するみたいなありそだからその成果っていうのを見える化する可視化するっていうのも一概によくないっすよね、はい、確かにいい面もあるんでしょうけどね多分そうやってこうロールみたいに自己顕示欲満たされてとかっていうんで、はい、いい面っていうかいい面ではないかもしれないですけどなんかより一層頑張ろうという気持ちになる人がいるかもしれないですけどうん やっぱそのスコア化の後ろになんか評価がちらついてる気がしてては、うん、はい、はいその評価されてないやつがいるみたいな自分が評価されて叱るべきみたいな、うん、そういうなんか競争に繋がりやすいのが悪いのかなって思いましたねうーんなるほど、はい、でもそれはでも結局スコアがあれば絶対そうなりますよねそうですねうん 困りましたね。絶対的なものじゃないから、うん、絶対的なものになっちゃうから、はい。もうスコアなくていいんじゃないですか。疲れちゃうのが良くないのかもしれないですね。そうっすね。もうスコアなしだとどうですかね。うん。もう。うですかロールもその働き方も。仕事もスコアなしみたいな。うん、<laughs> うん。ありですけどね。僕は。あり。うん。 いやいやでも自分が決めるっていう、はい。よかったって。<laughs> よくやったっていうのをみんなあのスコアとして公開して。はい。ロール,ルのスコアは自分で作られたらどうですかスコア関係なしに勝てたらいいですけど。うん。まあいやもうやっぱ勝つ。それがそれで問題になりそうですけどね。そうっすね。いやお前全然そんなよくなかったからみたいな。 はい、こと言われるわけですよね多分そのキルですアシストってまあ KDA って言うんですけどそれがイコールほぼスコアになっちゃっててそれがシステマチックに数えられる以上なんか自分でつけることは難しいのかなと思いましたね、うん、まあそうですよね、はい、だからそのやっぱりその明確すぎるんですよ結局はい死んだ生きた っていうなんかこうゼロ一じゃないですか結局はいそうじゃなくて死にかけてるとか <laughs> はい <laughs> <laughs> なんかこうすごい曖昧な状態をずっとこう表現し続ければなかなか難しくなってくるじゃないですかね、うん、スコアもまあでもそれでも結局ダメージとかでスコア化できちゃうから、はい、ゲームってやっぱりスコア化しやすいっていうのが まあ面白さのポイントなんでしょうねそうですねそれが何だろうな研究の違いとか深みになっていくのもわかるんですけど、うん、まあ悪い面まあそれチャットファイトしちゃうとかそういうところにもつながっちゃうっていうのが現状ですね。はい、そうですよ、ね、だから、はい、もっとなんていうかゲームがあでもどうなんだろうないやなんか現実に即してというか、はい、すごく曖昧なものになっていったらはやないのかな。 とと言いますといやなんか例えばマウスクリックしたらちゃんと行く時もあればか行かへん時もあるしみたいな,なんかすごいア,ムアバウトなものになっててまあまあしゃあないしゃあないみたいなことがすごい多くなるなんか要は全部同一条件でなんていうか比べられちゃうからうまくやったうまくやってないっていうのがすごい見えちゃうんだけれど なんていうか環境要因みたいなのが8割ぐらいあってその人の腕が2割ぐらいしか影響しないとなるとやっぱもうなんか、まあ、まず頑張らなくなるし多分、うん、で頑張ったとしても成果がその環境要因ですごく左右されるから、はい、なんかこう自己顕示欲とかを満たされないしまあ一方で責められもそんなしないみたいなはい世界になっていくと まだなんかゲームっぽさっていうのが消えていて、まあ面白くなくなっちゃうかなって思ったんですけど。うん、まあ、がは減るんだその点、の <laughs> の点あの、パブ G とかバトルロイヤル系は、環境要因は大きい気がしますね。ああ、確かに。でも結局、人多,人多いし、まあ、なんだろうな、その縁が、まあそのエリアがし小さくなっていくのがどこかとか、<laughs> 結構運があるんですけどでも結構やっぱ腕前上いい人は勝つしみたいな状態ですねうんはいだからやっぱ運の要素と実力っていうのをどうバランスするかっていう話なのかですねうんで運の要素をどん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 排除していくと、はい、まあ将棋みたいになるわけですよねそうですね多分、うん、まあパチスロでさえだいぶ運なのにっていうか運がほぼ全てなのに うん、むちゃくちゃ攻略雑誌みたいなのとかありますかねあ、ほんまなんですかあれは。まあちょっと僕も詳しくないですけど。攻略でできるんですかいや、僕も詳しくわかんないですけど、うん、でもパッチプロで稼いでる人もいるんで、ちょっと詳しくわかんないですで大選びなんじゃないんですかああいうのって。そうですね、多分おそらく。だから確率の問題だから、確率と設定の問題だから、設定のいい大をいかに引くかという問題で、はい で、それを引くためにその統計情報っていうのが見れるからはい。それによってより角度の高い台選びができるかみたいなのが攻略情報ってあってはい。選んだ後にどうやるかっていうのはあんま関係ないっていうイメージなんですけどねああそうかもしれないですねうん。はい。だ結局そのいろんな情報が残ってるからはい。それを元にどう予測するかっていうことうん。 たなんですかね多分おそらく店店の。店との駆け引きとか、はい、前日ここの台が出てたときに、それに対して設定を変えるか変えないかとか、はい、何台ぐらい出すべきなのかとか、その店がこう流行るためには入り口付近にの方がいいだろうとか、なんか分かんないですけどね。僕もやったことないか分かんないですけど、たとえばそういう。はい メタ的な情報をいかに予測して当たる台を当てるかっていう攻略なのかなっていう。うん。だ多分そのデータを全部取って、店のデータを全部取って、で、なんか機械学習かなんかかけたら、その、ここに当たる台が来る確率とか、この設定の高い台がどれぐらいここに来るかとかを、 結構な精度で予測できるようになるんじゃないですかね。一年分ぐらいとか、例えばデータ集めて、まあ、曜日に、曜日要因とかもあるかもしれないし、はい。この店の特徴とかもあるかもしれないですけど、なんかそういうの全部集めてたら、なんかある程度、攻略できるとかできそうですけどね。<laughs> な,なるんですかね。わかんないけど。はい、でもそういうことをやってるって聞きましたけどね、その、上手い人っていうか、はい。あの、それ儲けてる人っていうのは。うーん。 うん、なるほど。店の特徴をつかんで,で、それに沿って当てる、あとはその売ってみての,あの感触で探るとか、はい。なんかそう、調査とかがすべてだみたいなこと言ってましたけど。感触で分かるんですね。分かるんじゃないですか。やっぱ確率だから、そのことをよくしてれば、こういうふうに。 当たるときは何パーセントぐらいだろうとかっていうのがなんとなく分かってくるんじゃないですかうんそれで代替えたりとかするんじゃないですか知らないけど <laughs> なるほど何回回してみてどうだったかとかをデータで取ってはいあ大体6割ぐらい当たってるなとかっていうのでやっていいんじゃないですかねうん多分ですけどなるほど、うん、何の話でしたっけ 最新情報の話かですね。<laughs> 何の話してるか全然わからなくなっちゃいましたね。はい。マジで。もう時間ですか、そろそろ。そして。今、ね。そうっすね。いい時間っすね、結構。はい、どうしますかちょっと一個だけ僕言っていいですか。はい。前回っていうか、前々回、エピソード93の森田療法の話があったじゃないですか。はい。 であのべき思考まあとらわれないようにしましょうっていうのがあって、はい、でべき思考っていうのがまあやりたいことがあってなりたいことっていうのがあってでそのなりたいとかなりたいためにはこのことをやらなければいけないとかべきや,るやるべきなんだっていうふうに思うこと自体はまあそこまで間違ってないんじゃないかみたいな話あったと思うんですけど。はい でそれをね、あのこの前編集してて思ったんですけど、これすごいあのー、最近見た動画で、あの同じようなこと言ってる人がいたんで、それをちょっと紹介したいんですけど、はいそのレペゼン地球ー DJ 社長っていうの知ってますはい、名前は知ってます。えなんかその人があの動画上げてて、はい最後の動画だって言って、上げてたやつが、なんかまあ、t w i t で回ってきたんで僕も見たんですけど、はい その人が言ってたことが、なんか、好きなことで生きていくっていう、YouTuber、y o u t u b なんですけど、この人、YouTuber の,の好きなことで生きていくっていうことについての答えがあるっていうことを言ってて、それが何かというと、なんかこの人は、YouTuber でやりたかったことっていうのが、なんかドームでライブをするっていう、なんか夢みたいなのがあったらしいですね。はい でその夢に向かってやっててでその夢っていうのをやりたいことがなりたいことだったんだけどそれをやるためにはなんかすごい大変なこととか辛いこととかすげえいっぱいあってまあそこがもうほとんどだったけれどもそれをやりたいっていうのがあったから結構そこを乗り越えてこれたんだみたいなこと言ってて、うん、結局同じ話やなって思ってだから要は結局 何かやりたいとかなりたいものがあるから、それを達成するためには、やらなきゃいけないとか、やるべきであるっていうことをやる。まあ、これが結構その好きなことで生きていくっていうことの、えー、意味なんじゃないか、みたいなこと言ってて。うん。だから結局好きなことでやっていく、生きていくっていうのは別に好きなことだけをやってくわけじゃないんだよ、みたいなこと言ってて。結局その好きなことを実現するために、 そう好きじゃないことをいっぱいやらなきゃいけないけどでもそれをやりたいからこそ頑張れるんだみたいなことを言ってましたねつまり逆算して必要なことはやることになるみたいな話ですかそうですそうですなるほどでそれが結構多いと、はい、でも頑張れるのは、うん、まあそれは本当にやりたいって思ってることがあるから頑張れるんだってことを言ってて、うん、でまあその人がちょっと言ってたのはあとは 結構今の世の中の人たちっていうのは別に好きなこととかやりたいこととかはインにもかかわらずそのやりたくないこと仕事だとかまあなんかなんて言うんですかまあやりたくないことを我慢してやってる人っていうのが結構多いんじゃないかみたいな、はい、でもそれでも頑張れてるっていうのはすごいことだよねって言ってて、うん、自分だったらそんなん全然頑張れなくて今頑張れてるのはその 好きなことを実現できるからこそ、そのやりたくもないことでも頑張れてるんだ。だから、うん、みんなすごいんだよ、みたいなこと言ってましたね。うーん。うん、なるほど。うん、逆算か。一理あるなと思いましたね。え、何ですかあ一理あるなと思いました。はいはいはい。なるほど。うん、なんか僕そこまで逆算、壮大な逆算したことないですね。いや、なかなかないと思う。だむしろ、その、 まあそれは分かったとして、はい、やっぱ見つからへんでってなると思うんですけどね。やりたいこととか、好きなの、はい、そんななんか、ないけどな、みたいな。はい、まあなんか前のその暇と退屈の倫理学じゃないですけど、まあなんか、暇になったとして、やりたいことなんてあったんでしたっけっていう話があったと思うんですけど。はい まあなんかそれとなんか同じような話やなーって思いますけどねうんなるほどなんかそういう壮大な夢持つのはいいなーとは思いますけどねうんうんでも僕はそこまで壮大なもの持ってないなないっすね僕もまあ悟りを開くもだいぶ壮大かもしれないっすけど壮大っすよそれはいか <laughs> に なんか東京ドームでライブよりはちょっとなんかまたベクトルが違うなっていう感じがしましたうーんまあ確かにはい暇と退屈の倫理学これかそもそも私たちは余裕を得た暁に変えないたい何かなどを思っていたのかすでに多くのことは成し遂げられた世界では何もすることがないので不幸である、ねうん、一方で何も成し遂げられてない世界は成すことがあるので幸福であるうん みたいな話の流れ何か成し遂げたい、うん、壮大なものなんて僕はあんまり持ってないけどでもなんか漠然とこうなりたいみたいなのはありますけどね前もその話しましたけどこうなりたいなーみたいなのがきっと多分僕の中ではあって、はい、それは言語化とかはしてないんですけど、はい、そのために今やるべきことみたいなのが結構 ありますけど、ね、僕はうんうんすけさんは何をしたいのかの話ですかはいエピソード何本でしたっけ話しましたね<ュ><前>か確かう真、ん、さんもでもあるんじゃないですかその悟りを開きたいというのがあるからはい今これをしないとなとかっていうふうに思うことああ多分それなら掃除の方を読むですねうん、うん、今やってんのは早く、はい あの100分で名著書いた方の名前忘れましたけど、同じ方が書いた前もちらっと話しましたけど、掃除と遊ぶっていう本を読んでますけど、どうですかめちゃくちゃ面白いですね。<ー>ぜひ読んだ方がいいと思います。掃除と遊ぶ。はいまたすんのが増えますから。はい、あの前あのお便りでいただいた人はなぜ怒るのかってやつ。人はなんぜなんだっけ人はなぜはい。 何を許せないのか,とかこれ読んでます今どうですかあそれでなんかミルグラム実験のその同調圧力の話とかててあそうなんすね、うん、出てきてましたね、えー。なんかうちの母親が絶賛しましたよ、<あ>その本。あ、そうですかあの、めちゃくちゃ面白かったみたいな感じでした。えーはい。もうちょっと読みた読み進めた進めないとなぁと思ってますね。はい、うん これ終わったら、まあ、掃除の本を読むか、もう100分でめっちゃ読み進めるか、いろいろちょっと読まないといけないなと思っているのが多いんで。はい。うん。あと何かありますかあ久しぶりちょっと <laughs> 奇数回なんで、100, 100リストをちょっとや,やらないとね。完全に忘れてた。ええ。<laughs> 100リストなんだろうなう。忘れかけてましたけど。 最近僕あれですね、The Art of Computer Programming っていう本を読んでて、はい。あの2、2巻を買ったんですけど、2巻がちょっとなんか、やっぱ1巻を前提としてて、はい。あの、しゃーないんで1巻を買って今1巻を読んでます。なるほど。こんな分厚い本なんですよ。こんな。The Art of Computer Programming。これが1巻で、はい。これが2巻。 <laughs> すごい。これ今読んでます。なるほど。これがまあ、100年の一応で、100年の一応ちゃうわ。ップで、ラーニングログっていうのを作ったんですよね。前この話したかなはい。あの、一個一個こう読んだページを塗りつぶしていこうっていうんで、こう進捗感を出していこうというプロジェクトですね。はい、なるほど。 まあ、で1ページでも読んだらこう塗りつぶしていこうっていうのをやってね、ちょっとでも読んでいこうと思ってやってます。はい、これ作るのも大変そうですよ、なんか <laughs>。え、あ、ラーニングログですか。はい。結構大変30分くらいかかりました。ですよね。あとは、100回で配信するはいけそうですね。あと5回なんで、今年。えっと、1 2, 3, 2>、2、3。百番。4, 3, 4, そうだ、ほぼちょうどですね、多分。うん、ちょうどぐらいで。はい。 てそうですねやったーあ,とあとは何かあるかなまあビズメイツ今年は頑張ったなーって感じですかねうんツーをやってたっていうのとあとはちょっと進捗悪いっすね本で言うと、まあ、100分で名著はねあのじわじわ進めてるんで これがね、一個一個が重いというか、100分で名著を読み終えるっていうやつだから、結構時間かかりますよね。やっぱりさすがに、はい。なるほど。え最近は、ま、つれずれ草、武士道、源氏物語とかを読みましたよね、っていうのと、あの、掃除も読んだか。まあまあ、この辺をやってる感じですね。はい。はい。なおさんは。 僕は読書はちょいちょいあるんですけど、100リストだとどうだろうな。あの26番、同居の一通りを考え、同居の考えを一通り習得するってあるんですけど、はい。まあ今、掃除読んでだいぶつかめたと思うんで、これはもうよしとします。<laughs> 24番。あ26ですよ、ね。確かに。これ結構すごいですね。確かにやってる。まあでもちょっとまだ、 心髄まで到達してる気はしないんで、今後も学んどきます。同居、うん、っていうよりこれ、老僧思想だな。考え、書い、はい、とこう。そんくらいですかね。あとノートはちょいちょい書いてるかなっていうくらいですね。はい。アドラーの講座に行くは書いてないですか書いてないですね。追加しちっか、ねうんセル。追加して。 チェッククマークつけとくか、うん、どうだったんですかいやー、めちゃくちゃ面白いですね。でも、まだ半分なんで。あ、そうなんですね。来週、来週の土日にもう一回, <laughs> 回、もう一回っていうか、もう二日分あるんで、はい、はい、ちょっと終わったらその話はしようかなと。そうですね。それまたやりたいですね。はい。じゃあ今日はそんなところですかね。はい。1時間38分。はい。はい。じゃあ。 ちょっとね、残り2020年はも残りあとわずかですけれども気づいたら、はい、ちょっとやっぱり年末に向けて追い上げていきましょう、はい、はい、では本日もありがとうございましたありがとうございました。